のが続いてますけども、時間を有効に使うために告知を始めます。まず1番目の方。私たちは福島原発国葬団を東京の方で支援するために活動してきました。で、先ほどの報告もありましたように、7月31日、東電幹部3名の起訴相当の決が出されました。強制起訴になるということで、私たちもこの間、昨年のもう10月からですけど、東京地検とか、そして検察審査会に月2回宣伝報道と、そして検察審査会には900万以上の検察審査会への要請はあき、これが私たちは聞いたかなというふうに思います。で、議決の内容も先ほど報告がありましたように、検察は1万分の1から確率で、起訴は刑責任は問えないというふうにしましたが、検察審査会はその確率は問題ではなくて、万が一でもそのような可能性があるならば止めるべきだというふうに原発を提唱して検討するべきだというふうな検討を行っています。そしてこの今これから裁判が始まるわけですけれども、検察がしなかった起訴を検察審査会、都民の領域、これを裁判で判決で判断をしていただかなければなりません。これから大変な時期です。裁判後半の前に、後半前の整理手続きというのがあります。ここで私たちの主張もどんどん入れて、都民の良識が裁判の判断になるよう、これからも福島原発国団を応援しながら頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。3番目の方。福島集団疎開裁判の会、改め、脱被爆実現ネットになりました。よろしくお願いいたします。はい、それで、第1回後半が6月23日、あ、私たちが支援している、子ども脱被爆裁判第1回後半が6月23日に行われまして、2つの裁判を提訴しておりますが、そのうちの1つ子ども人権裁判が、ずうずうしくも被告である市町村が、福島地裁に請求の却下を求めてしまいました。それで、福島地裁が、中間判決を出すことになっています。中間判決で訴訟要件がないという、こうずうずうしくこういうことを言ってしまいますと、裁判自体が裁判の中身の審議に入らない前に門前払いになってしまいます。私たちはその門前払いを阻止すべく、署名活動に邁進しております。本日も皆様に、署名をお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、9月10日に第2回の公判があります。今回も、バスツアーを募集しておりますので、
ぜひあのバスツアーへの応募もよろしくお願いいたします。9月10日です。よろしくお願いいたします。はい、9月10日、お忘れなく。他に告知ありませんか？この中に仙台、鹿児島行かれる方はたくさんおられると思いますけども、もう一回申し上げます。8日の土曜日に出発する方は、夜の7時15分の飛行機だもんですから、6時15分までに集まってくる。6時までに羽田空港に来てください。それから9日出発の方は朝の8時15分の飛行機ですから、7時までに、まあ、7時15分までに羽田空港に来てください。いずれも南ウィングの JAL の団体カウンターのところで係員がおりますから、旗持っておりますから、そこへ来てください。以上です。続けてですが、明日の木曜日と金曜日、続けて行動をちょっとしたいなと思ってます。それは仙台原発で行くので、昨日700飛び2万飛行機代払いました。かなりたくさんの寒波が集まったんで、でももうちょっと足りないですね。はい、それで木曜日が総掛かり行動で安保法制反対がありますね。私たちは安保法制と原発再稼働は非常につながっていると。安保法制、戦争法制で最初に戦争になれば最初に狙われるのは原発であり、基地であり、沖縄だと、そういうふうに言ってます。それで明日の総掛かり行動に行って、その仙台のビラを巻きたいと。それから金曜日は金曜行動と、もう一つシールズの若い人の行動もありますね。まあ、そういう点でシールズの方は9時近くまでいつもありますが、ですから明日の木曜と金曜、ちょっと私のような年齢になりますと、ちょっと3連チャンというのは辛いなと思いますが、でも頑張って仙台原発を止めようと、そういうチラシとその裏に少し看板できればお願いしますとついてます。それを数千枚配ろうとしてますので、明日の木曜の総掛かりと金曜の官邸行動とシールの行動、合計3つの行動になりますが、もし一緒にご協力、ビラ巻きとの際ご協力いただける方はよろしくお願いします。その力で仙台へ百数十名で行ってきて、しっかり現地で仙台原発の再稼働のお伝えします。よろしくお願いします。はい、皆さん、いつもカンパありがとうございます。皆さんのご協力のおかげでこの行動を続けていくことができます。ありがとうございました。あと、カンパをしたのにハガキを受け取ってないっていう方いらっしゃいましたら来てください。お渡します。はい、あとはドンパン節で締めて終わるんですけども、今日は130名の参加でした。ありがとうございました。じゃあドンパン節行きましょう。はい、お盆も来ます。で、今日はいつも柏崎狩場でやりますが、この歌の元歌を作った仙台原発の村山さんに敬意を表して仙台原発の分も入れます。4番になります。よろしく。戻る人はいないですね。山田さん広島行ってしまいましたんで、あ、その先仙台行くそうです。それどんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんパンパンどんどんパパどんどんパパどんパンパン福島原発忘れない爆発原発忘れない原発なくても大丈夫元気は足りてる止まらない。それどんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんパンパンそれどんどんパパどどパパどんパンパン仙台原発動かすな鹿児島原
バンバン島だ光は動かすな新潟原発動かすな原発なくても大丈夫電気は足りてる困らないあれじゃダンパンパンダンパンパンを認め、いろいろな対応をするまで来月もここにして抗議をします。柏崎刈羽原発の再稼働など潔く諦めよう、諦めよう、諦めよう。はい、ありがとうございました。これで終わりします。どうもお疲れ様でした。また来月お願いいたします。すいません、一つ忘れてました。東電行動、あ、失礼、九州電力の行動ですが、今日の昨日今日の毎日新聞報道で10日から11日に延期になりました。1日後ろに延びました。それで従来のビラでは九電東京行動は8月10日月曜日と流してましたが、稼働がそういう形で1日延びました。11日の火曜日に延びましたので、今日宮殿前でも言いましたが、10日の日を延ばして翌日の11日火曜日6時から7時半まで宮殿の東京支社、有楽町の電気ビル前ですね、11日です。10日ではなく11日、金曜日幕ビラにはそういう風に載せますけども、お手数ですが10日という知らせが11日に変わりましたのでよろしくお願いします。なお途中で見えた方で今日のレジュメ知らせ類をもらってない方はここにありますから取りに来てください。6時から7時半。はい、今日のチラシまだの方お持ちください。